オールバニ、オールバニ、オールバニは、アメリカ合衆国ニューヨーク州の州都であり、オールバニ軍の軍庁所在地でもある。州の東部、ハドソン川中流域に位置する。2008年の推計人口は93,539人と、微減が続いているが、オールバニ都市圏の人口は857,592人と、州内で4番目、さらに広域都市圏で、 の人口は115万1653人と、ロチスターをしのぎ、州内3番目の規模となっており、自然と調和したダウンタウンが形成されている。一世紀以上にわたり、高度教育の中心地として、なお馳せており、また今日では、政治とともに、福祉医療の街としても注目が高い。これは1970年から80年にかけて、産業の衰退、 治安の悪化などで大幅に人口が減少した影響を大きく受けている。1609年、オランダ東インド会社のイギリス人探検家、ヘンリー・ハドソンがハーフムーン号でハドソン川を遡上し、この地に到達する。オランダは1614年に、原住民との間で比較の交易を行う拠点として、フォートナッソーをこの地に置いた。その後、ヨーロッパから移民団が渡り、 1624年にニューネーデルラントで最初の永続的植民地、ホート・オレンジを建設する。1652年にオランダ西インド会社はホート・オレンジから発展した村落共同体の名をベイウィクとする。1664年オランダ領ニューネーデルラントはイギリス領となる。それに合わせてオールバニに解消。これはオールバニ公、ジェームズ・スチュアート、 後のジェームズ二世に敬意を表して命された。そして1686年、死生を施行。1754年、北米の7つの英国植民地が、フレンチ・インディアン戦争における、対仏共同防衛協約を結ぶため、オールバニ会議が開催される。ベンジャミン・フランクリンが、植民地の連合政府樹立、オールバニー連合案を提案し、採択される。しかし、 この連合案は本国からも各植民地からも拒絶され発行しなかった。なお、この連合案は後にアメリカ独立戦争前に開かれた大陸会議において再び持ち出されることになる。フレンチ・インディアン戦争中はオールバニには英国植民地連合軍の総司令部が置かれた。独立戦争においては1777年にカナダから南下し、 オールバニを目指していたイギリス本国軍をオールバニの北方で大陸軍が迎え撃ち激戦の末撃退した。このサラトガの戦いが転機となり独立戦争は最終局面に移行した。独立後ニューヨーク州の州都はオールバニから約80キロメートル下流にあるキングストンにあったが1797年オールバニが州都となる。 オールバニが飛躍的に発展するきっかけとなったのは、1825年のエリー運河開通であった。市の周辺で収穫される農産物を集積、輸送する拠点として、また、原料及び製品の輸送に便利なため、繊維、製紙、機械工業などが発達し、その他、印刷、出版業等も盛んになった。オールバニは、 北緯42度39分35秒、整七73度46分53秒に一致している。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積21.8ミリである。このうち21.4ミリが陸地で0.5ミリが水地域である。総面積の2.15%が水地域となっている。ニューヨーク市からハドソン川に沿って北へ。 約2 3 0トルの位置にある。この辺りがハドソン川を外洋線で遡上できる限界点となっており、オールバニ市街はこの川の右岸、西岸側を中心として広がる。市の約2 0トル北東で州の中央を南東へ流れてきたモホーク川がハドソン川に合流しており、両河川の川谷が合わさり、比較的広い低地帯を形成している。 モホーク川、ハドソン川は、五大湖と大西洋を結ぶエリー運河の一部を構成し、オールバには、その中継拠点として発展してきた。気温は、真夏でも摂氏30度を超えるのは年に10日ほどで、11月から3月までは、最低気温が氷点下となる日が過半で、1月には氷点下摂氏10度を下回る。2000年現在の国勢調査によると、この年は、 人口95,658人、世帯数47,09、及び18,400家族が暮らしている。人口密度は4,474.6、2である。2,118.4マイメートル合いの平均的な密度に45,288件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人63.12%、黒人、または、 アフリカ系アメリカ人28.14%、先住民0.31%、アジア系3.26%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種2.15%、及び根ー2.98%である。ここの人口の5.59%はヒスパニック、またはラテン系である。 この都市内の住民は20.0%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が19.3%、25歳以上44歳以下が29.2%、45歳以上64歳以下が18.1%、及び65歳以上が13.4%に、わたっている。中央値年齢は31歳である。 女性100人ごとに対して男性は90.6人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は86.5人である。この都市内の世帯ごとの平均的な収入は3万41ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は3万9932ベードルである。男性は3万1535ベードルに対して、 女性は27,112二米ドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は18,281一米ドルである。人口の21.7%及び家族の16.0%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の28.8%及び65歳以上の12.5%は貧困線以下の生活を送っている。 総合大学として、ニューヨーク州立大学オールバニコーが、短科大学として、以下、薬科の各カレッジ、ロースクール、セイントローズ大学、イクセルシア大学などがある。産業が衰退して久しかったが、ジョージパタキ知事の政策のもとに、これまでに3500億円強相当、1ドル117円で、換算が投資され、近年では、 ナノテクノロジーの産業の振興に力を入れており、テックバレーを形成している。ニューヨーク州立大学オールバニコ校を中心に、カレッジオブナンスケールサイエンスエンジニアリングが設立され、数々のベンチャー企業が設立され、東京エレクトロン等、各国の企業が研究開発拠点を構える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。